これすごい。オタファの秘密基地復元開始。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日組むゾイドはこれだ。ゾイドワイルドナックルコングだ。おー、これめちゃくちゃ楽しみにしていました。早速レビュー行こう。ゴリラ型のゾイドといえばね、僕小さい頃に赤いアイアンコングってやつがあって、もうそれがめちゃくちゃ欲しかった。だけどね、それは欲しかっただけで結局買ってもらえなかったから、僕にとって初めてのゴリラ型のゾイドです。めっちゃ楽しみ。パッケージはこのようになっています。これは組み立てキットです。袋の中にパーツ、骨が入っていて、これを組み立てるとボーン復元、化石のような状態になります。おお、ゴリラの化石ってこんな感じなんだね。めっちゃリアル。で、さらにアーマーを装着。これで復元完了。このようになるわけですね。あー、なるほど。僕がさっき言っていたそのアイアンコングってやつはね、赤かったんだけど、これはブラックですね。はー、で、さらにワイルドブラスト。このようなアクションができます。4速でリアルに歩行。あ、いいね、歩くんだね。さらに2速の状態でドラミングを行うぞ。これか。あー、すげえ。ね、前情報全くないからめっちゃ楽しみです。さあ、それでは早速パッケージの中を開けるぞ。あっけーろ、あっけーろ。カッターナイフを使うときは気をつけてね。ほう、そう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 、中はこういう風になっていて、発掘するような感じなんだよね。ワクワクする。おお、パーツが出てきました。こんな感じで開けていくと、中にはキットが入っています。お、このゴリラ型なんだけど、いつもと同じの、あのモーターなんだね。あ、これでゴリラ動くんだ。それからね、パーツが入っています。ちなみに、アーマーパーツはこれですね。B。先に A を組んで、ボーンにするという感じですね。で、ここに、ゾイドといえば、おなじみのゴムキャップとか、あとは目のパーツなどが入っています。さあ、そしてこれが、復元の書。中を開くとこのようになっています。発掘見取り図。さながら化石をね、こうね、地面に並べたような感じになってて、これがパーツです。で、さっきのこのモーターを中心に、説明書を見ながらどんどん組み立てていくわけです。ボリューム的には適度な難易度がありそうですね。一マス一マスがとても大きく書かれているのが特徴です。お、これで骨格形態の完了。ここからさらにアーマーを取り付けていくといった感じです。もうこれで完成。おー、ワイルドブラストのギミックがある。お、結構複雑そう。おー。あ、すげー。あ、ちゃんと立って、あ、こうやるんだね。はー。よーし。今日もね、どんどん組んでいくぞ。復元開始。
完成、骨格形態復元完了だ。おー、ゴリラの化石。あー、僕ゴリラの化石は見たことないからすごい新鮮。このようになっています。組み立てはそんなに難しくなかったんだけども、ところどころロックするようなところがありました。例えばね、この足、こう今カチッってなったんだけど、こういうところとかですね、こういう各部のロックがいくつかありましたね。あとはパチッとはめてこうプラプラしてる状態、これで正しいのとか結構いろいろありましたね。頭部のアップ、おー、あ、こういう風になってんだね。ちょっとどこかこう人間みたい。ここまで組み上がった後は、一通りのギミックがちゃんと作動するかどうか、電源をオンにして確かめよう。オンオフスイッチ。せーの。あ、動いた。ゴリラが歩いてる。こんな感じ。4足で、ちゃんと歩いていて、あとは口が少しだけ、動いています。これ見えるかな?ちょっとだけ。あー、動きもすごいスムーズだね。で、この背中側は、とりあえず今は何も反映されてないんだけど、ここが動いてますね。あのモーターが、ちゃんとゴリラ動かすんだね。これすごいわー。ちなみに僕はこの骨格形態の時に目をつけるのがお気に入りなんで、今回もやってみよう。こんな感じで。左右の目を取り付けると、じゃーん!このようになります。あ、すっげーリアル。遠くから見ても目の存在感がすごい。あー。一気に命を吹き返したようになります。さあ、そして最後、ラストスパート。アーマーパーツの取り付け。完成、復元完了、ナックルコングだ。おー、できたー。ここまでで、ゆっくり組んで30分から40分だねー。あ、ごめん、さっき骨の時頭をこう一段下げてたんだけど、こう上げた状態がこう正しいね。すげー、こう横から見ると本当にゴリラのプロポーション。後ろ、このブラックのアーマーが後ろから見るとちょっと足りない感じするね。まあでも今までのゾイドワイルドから見るとこんなもんか。正面から見るとこんな感じ。うん、しっかりブラックのアーマーが全体に行き渡っています。しかしこの迫力すごいね。頭部の造形はこのようになっています。あ、このゴリラといえばね、この特徴的な鼻とか、あとはこの奥まっているんだけど目がちゃんと赤く綺麗ですね。あと、どことなくなんかこの辺とかね、ビーストウォーズのコンボイとかをね、思い出す。なんか造形がちょっと似てるね。かっこいいです。この状態でも早速電源を入れてみよう。オン。あー、いい。小さい頃このゴリラ型のゾイド本当に欲しかったから、こうやって僕の目の前で動いてるのが、ただただ感動。お、口も少し動いてる。見るかな、これ。パコ。へえ、感動。かっこいいですね。それからフィギュアを乗せるのは、後ろのここ。乗せるとこのようになります。さあ、お待たせ。それでは、ワイルドブラスト行こう。
これはいくつかの、もうほぼ変形ギミックみたいな感じのことをやるんだよね。これがね、面白いです。足。ロックを外して、こっち側に持ってくる。で、反対の足。これが右足かな？右足は、ロックを外すだけ。こっちまで行っても、ロックがかかりません。これで、立ちます。さあ、そしたら今度は、腕。まずは手首の向きを、こっちに変えたら、肩のアーマー。これが取れます。取れて、ここに来るんだよね。で、ここにロック。はあ、ナックルコングだから、肩のアーマーがナックルになった。さあ、そしたら腕の付け根の中に、せーの。これ今見えたかな？ロックがあります。このロックを外して、最後に、膝を曲げる。あ、肘だ。肘を曲げると。そしたら、反対側も同様。手首、ナックルアーマー。あ、肩アーマーが、まあ、ナックルになると。そしたら、この中のロックを外して、肘を曲げる。さあ、そしたら、頭部。これを下に下ろして、最後。このコックピットのあるところは放熱弁と言います。ここを上に持ち上げれば、ワイルドブラスト、準備完成。このようになります。動かしてみよう。せーの、オン。おーおードラミングしてる。あ、しかもこの場所に止まってるんだね。あー。感動。ああ、これよーく見ると、上体が、後ろにのけぞっています。のけぞりながら、口を大きく開けながら、ドラーミングをやるわけです。すごい感動する、これ。ああ、あのモーター一つで、これどうなってんだ。面白い。今までのワイルドブラストとは全然違う感じだね。はあ。これ本当によくできている。ちなみにこの状態で、わかりやすい大きさ比較。ロボット魂とマスターグレードのガンダム。あ、こうやって見ると、マスターグレードのガンダムと大体同じぐらいですね。で、まあこれ横幅もあるんで、結構ボリュームがあります。さあ、そして最後は他のゾイドワイルドとの比較。まあ、これはデスメタル帝国軍のやつなんで、ギルラプターとか、ガブリゲーター。まあ、これは違うけど、ワイルドライガー。これと一緒に並べると、こんな感じです。大体、この辺のラインナップと同じぐらいの大きさなんですよね。単葉電池一つのモーターで動くタイプのゾイド。このナックルコングってパワーありそうだな。ちょっとギルラプターと、ガブリゲーターで、動きを止められるかやってみよう。いけ！僕個人的にはこの2体を応援したい。どうなるかな？おお、ガブリケーター。頑張れ。ああ、こういう遊びいいよね。こうちょっとずつね、ガブリゲーターがこう追いやられてます。頑張れガブリゲーター。そしてあのギルラプターはね、もう完全に無視して違う方に行っちゃいました。ああ、このまま行くとこのテーブルに落ちる。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のゾイドワイルドナックルコングのレビュー、いかがだったでしょうか。いやー、面白かった。これいいですね。ワイルドブラストすごい感動したな。もうこれ変形ギミックと言ってもいいんじゃないでしょうか。二本足で立たせた時は結構こう上体が動くんだけど、しっかり立ってるし、あのモーター一つでこれだけの動きができるっていうのは本当にすごいなと思った。これはね、ぜひちびっこ、それからね、あとは小さい頃に、あ、ゴリラ型のゾイド組んだなとか、あ、欲しかったなって人に組んでほしい。僕は大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。オタファのゾイドワイルドのレビューがもっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんな靴でも結構です。おー、たまー。このワイルドブラストのギミック、すごいいいねーとか。あ、他のレビューももっと見たいなとか。他のおもちゃのリクエストなど、どんな靴でも結構です。みんなからのコメント、待ってます。
それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。わー、あ、これよーく見たらさ、コックピットみたいのがあるかもしんない。はー、すごい、今気づいた。またねー。描いていく